人さん。キャサリン。な、はい。旅人さん、これは緊急任務と。昨晩、流星群がありました。その範囲は広く、モンドとリーユへの周辺に影響を及ぼしました。落下した隕石には変わった力がありまして、触れたものを昏睡状態にしてしまうのです。非常に危険だと教会はそう判断しました。わあ、我々にとってこういった、そのため教会は多忙を極めており、それゆえ皆さんの協力が必要なのです。お待ちください。念のため。キャサリン、あ、来て。またお会いしました。うわ、この踊我が親族よ。そのように顔を曇らせ。旅人さん、こちらはフィッシュルさん、オズさん。ふーん、セピロス騎士団の栄誉騎士様。旅人。え、闇隕石。流星群の原因とその影響がまだ判明していないので、旅人さん、フィッシュル喜びなさい。この断罪の構図。こちらは我が主、異界雄夜浄土。なんかおいらはパイモン、こいつは旅人。よろしくな。徐々に分かってくると思います。フィッシュルさんと一緒にいれば。旅人のあなたが雄夜浄土の凄さを知らないのは。許す？よろしくという意味です。さっきから漫才してるみたいだな、この二人。ボケる主人。聞きたいことがあるようですね。歩きながら話しましょうか。これ二人一。あれ？どどこと？ここが、キャサリンが。どうやら想定よりも祝福の鐘が鳴り。皇女様はやる。凡人？突然すみません。ああ、そうなのか。君たちも。無用の忠告ね。お嬢様。仕方ないわ。お前も冒険者たるもの、忠告は聞いておくべきかと。み、たま、私たちの真似かしら。まあいい。騎士よ。もう一日中眠ってないかな。もう歩けない。闇の夢はエデンの果実を加えた夢の中で。まだ証拠は。こんにちは。報告なさい。すみませんが、仕事に戻る。深く眠っている。普通の夢じゃ。起こせたりしないのか。試してみたけど目を覚。起きた時山の上にいて。山の上？雪山の悪魔による呪いかしら。伊豆、少し厄介だ。邪魔してすまないが、少し時間あるか。あ、ドゥラフだ。まあ少し言いにくい。裏山にも隕石があってな。エレンの、お前たちも隕石の危険性を知ってるだろ。エレンのやつだな。よし、早っ。
何してるんだ。スライムたちが凶暴化してる。隕石のせいか。私の出番よ。あなたの運命はすでに我が支柱の息に絡めとった。宇宙に降りてる。よくも。なあ、し。エレン、もうに。ごめんなさい。迷惑かけてすまなかった。ちゃんと言うことを聞けよ。何なんだろうな。この幽水な秘樹に込められた力が運命の番か。うん？神。世界の幽水、群生の。なあ。失礼しました。だから通訳が必要。私は通訳ではなく、お嬢様の意思を代わりに伝えているだけです。うむ、よくやったわオーズ。属性に目を塞がれ。隕石に元素力があるのか。神の目。あちらのようですね。元素力のあるい祝福の制約の名に。ああ、おかげさまで二人まだ眠い。よかった。周りの隕石をすべて買って。くん、このそういえばさ、寒い中参道。わからん。やはり呪いね。とにかく隕石を片付けるやり方はWhat?
城内爆破は反省室、怪我人いるところに神団長あり、山火事はいふい。
ってた。よいしょ。はいや。
相手を間違えたら。ウサギの匂い。谢谢观看哦，我们下期见。